お疲れ様でした。ありがとうございます。いやー強かった百合子山高かった百合子山という感想です。はい、まだ全て票が出揃ったわけではないので、細かなところに対してのコメントは難しいですけれども、まあ、ゼロ打ちで知事の座を守ったということですね。皆さんお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。今朝に速報で知って記者会見も見たんですけど、立憲民主党の蓮舫さんが東京都知事選に出馬表明されましたね。小池さんとの明確な対立軸を示す記者会見として完璧な記者会見だと感じました。無所属での出馬っていう点も正しい選択かもしれないですね。小池さんに忖度するメディアは選挙が終わるまで蓮舫さんの存在を小さく報道するかもしれないですけどね。今の若い世代の方々は蓮舫さんも山本太郎さんと同じく元芸能人だったことを知らない方が多いと思うんですけど、なんていうか人に見られる仕事をするために生まれてきた人特有のオーラみたいなものが蓮舫さんにはありますよね。小池百合子さんの抜群の知名度に耐えられる知名度と都民目線で見てもおそらくイメージもすごくいい方だと思いますし、女性同士の対決に持っていくっていう意味でもうまい人選だなぁと感じました。蓮舫さんが出馬するっていうことを知って確信したことは、他に石丸伸二さんなど話題の候補者もいるものの、事実上小池さんと蓮舫さんの対決っていうことになる可能性が高いっていうことですよね。冒頭の記者会見は山本太郎さんが2020年の7月に都知事選に挑戦して圧倒的な力の差を見せつけられてしまったんですよね。小池さんが約366万票で太郎さんが約65万票ですから約6倍の差ですよね。ちょっとあまりに強すぎて、よほどの知名度と世間的イメージの良さとクレバーな方でないとまず難しいっていう中で、個人的には過去に森永卓郎さんと泉房穂さんを推してたんですけど、森永卓郎さんにはまさかの生きるか死ぬかの病との戦いっていう運命が待ち受けていて、泉房穂さんにはご本人から直接都知事選には出ませんっていうお返事をいただいたんですよね。他に小池さんに勝てそうな候補者は思いつきもしなくて、小池さんは本当にしたたかな方ですから、討論番組でメッキを剥がそうにも一度も討論番組に出てこないで、ひたすらメディアを使ったイメージ戦略に努めただけでの圧倒的な強さなんですよね。おそらく今回も討論番組には絶対出てこないんだと思います。そして何とも悩ましい問題が、仮に東京都民に積極的にお金を使ってくれる候補者が現れて小池さんに勝ったとしても、それはそれでますます人口が東京都に集中して東京以外の街の崩壊が加速するなっていう懸念もあって、そういう意味では都知事になる人は必ずしも積極財政の考えの人でなくてもいいのかなと。だからといって緊縮すぎるのも困りますけどね。そういう中で蓮舫さんは前回の動画でもお話ししたように、財政規律重視派の方ではあるものの、ある意味適任かもしれないなと思うところもあって、政治家としての倫理観においては小池さんよりは優れてるという意味で、税財源論者とはいえ小池さんよりは都民のためになるような、自分の宣伝、自分の選挙活動のために都民のお金を使うようなことはしない方だと思いますし、少なくとも小池百合子さんよりはマシな東京都になることは確実だと思うんですよね。立憲執行部を批判できるような気概もあって、立憲執行部とはある程度距離を置いてる方だとお見受けしますし、
まあいざ都知事になってみないとわからないところもあるにはありますけどね。いずれにしても厳しい戦いであることには変わらないですよね。ネットの世界ではこんなにも騒がれている小池さんの学歴詐称疑惑も、テレビだったり新聞は鉄壁の守りで報じませんし、翼の党が頑張って小池さんのメッキを剥がしにかかってくださったものの、まるで殺人事件でも起こしたかのような過剰な報道、過剰な制裁を食らってしまいましたよね。都知事選に出るにあたって邪魔者は排除しておくっていう小池さんの働きかけが透けて見えた感じがしました。そんな相手に果たして蓮舫さんが勝てるのか。小池さんの元側近の小島敏郎さんや元同居人の北原さんが黙ってないと思うんですけど、学歴詐称が誤りであるならすぐにでも反論すればいいだけの話ですよね。令和新選組の三好亮さんのように。でもそれができないのに出馬を決めるっていうのはどういう心づもりのことなのか。自分の権力でメディアは完全にコントロールできるし、追及を逃れられる自信があるから出馬を決めたっていうことなんでしょうかね。もし仮に蓮舫さんが勝てる可能性があるとしたら、そういった小池さんの学歴詐称問題がメディアで大きく騒がれるような追い風が吹いた時なのか、衆議院の補選で支援に入った乙武さんが惨敗したことや、目黒区長選で都民ファースト推薦の候補者が敗れたこと、静岡県知事選で野党候補が勝ったこと、裏金問題などにまつわる自民党への政治不信っていう、それだけの要素で山本太郎さんの6倍の票を得る百合子山を超えられるのか。今回は山本太郎さんと宇都宮健児さんが同時に出るっていうような野党票の分散があまり起こらないだろうことを鑑みても勝てる可能性はあるのかもしれませんね。とはいえ立憲民主党は財務省や連合が裏で糸を引く、現執行部のメンバーが鎮座する限り心から応援はできませんし、あくまで立憲民主党の中の心ある政治家を応援したい気持ちとして、都民として蓮舫さんのことを令和支持者の立場で応援できたらという、僕個人はそういう立場ですが、皆さんはどんな思いでこのニュースを受け止めたでしょうか。ご意見などお聞かせいただけましたら幸いです。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。